はい、半沢六郎成清東光寺さんに来ています。ここはですね、彼の墓所があるわけではないんですが、近くに供養塔墓所っていうのがあってですね、そこから近いところにありますけども、ここはあの頼朝公よりですね事後を拝領したということが書いてありますね。結構由緒のあるお寺だと。真言宗ですね。半沢六郎って聞いてすぐ分かる方はすごいと思いますけど、畠山重忠の老頭ですよね、部下ですよね。武蔵七刀っていう、この辺では有名ですけども、この半沢を名乗ったと、まあ、半沢という土地の名前ですね。で、成清はですね、畠山の乳母の子供っていうことなんで、まあ重忠公のまあ部下というか配下だったんですけども、その血の血筋というか近い関係にあったと、まあ、親戚みたいなもんですよね、乳母って言ったら。でここは、まあ、ちょっとお寺の紹介をしてもあれなんですが、まあ、一応見ておきましょうか。奥にはあの歴代の住職さんの墓所がありますけど、半沢家の帳簿大事になってるのかな。館跡の方が、昔あの江戸時代の神社ですね、置かれた。そちらの方が、まあ、場所的にはメインになる感じですよね。で本来は、鎌倉武将としてですね、御家人として活躍するはずだったんですけど、畠山重忠の乱と呼ばれた二俣川の戦いで亡くなってるんですよね。だから最後に重忠と一緒に行動を共にしていた一人になりますね。そしてあの他の人たちがですね、この重清子のご遺体を持って帰ってですね、この地元である、半沢氏館に葬ったと。それが今の、館の跡地と呼ばれているところで、塚ですね、成清塚っていう塚、お墓が要はあります、はい、その場所はちょっと別に、ね、移したいと思いますね、まあ、そういう関係でこちらに来ました。すごい広い敷地ですね。墓所もすごい大きいですね。これは弘法大師様でしょうかね。今回は弘法大師様すごい見て、もうすごい数がねありますよね。綺麗な寺院ですね、はい、半沢六郎東光寺さんでした。